はい、こんにちは。鳥取市の半小屋岩堂です。はい、今日はですね、彩花という木製の印材をご紹介したいと思います。こちらの印材はですね、分かりやすく特徴をお伝えしますと、安い、強い、そして美しいというね、そういった特徴がある印材です。こちらはですね、北方寒冷地で採れますマカバという木をですね、人工的にですね、高圧加熱処理ですね、いたしまして、そして樹脂を、入れることによりですね、強度を増した印材となっております。この木製の印材、厚芸なんかですね、というのはですね、やっぱ強度が、弱くてですね、金額は安いんですが、欠けたり、あとは長年使用すると歪みが出たりとかね、曲がってきたりすることもあるんですが、そういったね、木製印材の欠点を、人工的な処理を加えることによって、克服した印材となっております。比較的安くて、そして強度があってね、そして見た目も美しい、そんな印材をお探しの方には特におすすめとなっております。鳥取市でね、安くて強度が強い印材をお探しでしたら、ぜひいろは堂にご相談ください。よろしくお願いします。インショップいろは堂は鳥取市二階町三丁目地図街道筋商工会議所並びです。